ニュースです。ジャガー横田の直筆手紙に寮生活の高一長男へ感動メッセージ。女子プロレスラーのジャガー横田さんと医師の木下博勝さんの長男木下大志くんが2022年4月10日母からの手紙をインスタグラムで公開した。金色のインクで縁取られた華やかな便箋にはジャガー横田さんの直筆による温かいメッセージが綴られている。大志くんは10校もの受験を乗り越え今春高校に進学した。現在は親元を離れ初めての寮生活を送っている。